위대한 김일성 동지와 김정주 동지는 영원히 우리와 함께 계신다. 뉴스 をお伝えします。 敬愛する最高指導者金正恩委員長が偉大な金日成主席の生誕108周年を迎え、在日朝鮮人の子女の民主的民族教育のために2億1660万円の教育援助費と奨学金を朝鮮総連に送りました。偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記、敬愛する最高指導者金正恩委員長が在日朝鮮人の子女のために送った教育援助費と奨学金はこれまで166回486億633万390円に達します。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の金正恩同志は9日セネガル共和国のマキサル大統領から返礼が送られました。返礼はセネガル独立60周年に際して真実な祝電を受けたことを嬉しく思う。これに深い謝意を表し、金正恩委員長と朝鮮民主主義人民共和国の人民に福祉と繁栄があることを祈ると述べています。太陽節に際して敬愛する最高指導者金正恩委員長にラオス人民革命党中央委員会書記長のブンニャン・オラチッド、ラオス人民民主共和国大統領から花籠が贈られました。13日、シサワ・カムサリ中朝ラオス特命全権大使が関係者に花籠を手渡しました。太陽節に際して13日、敬愛する最高指導者金正恩委員長に南アフリカアフリカ民族会議のエリアス・セクゴベロ・マガシュレ書記長と南アフリカ共産党のボンギンコシ・エンマヌエル・ウンジマンデ書記長から花籠が贈られました。太陽節に際して13日、敬愛する最高指導者金正恩委員長にキム・イルソン・金正日基金理事会のジョ・日本共同理事長と蔡鉄軍名誉理事長、蔡東文名誉理事、基金の会員の蔡東文さん夫婦、梁正文さん夫婦、キム・ソンムさんから花籠が贈られました。これに先立ってキム・イルソン・金正日基金の会員の千鶴園さんからも花籠が贈られました。太陽節に際して敬愛する最高指導者金正恩委員長にレイバービン中朝ベトナム社会主義共和国特命全権大使、オトル・マルハリ・ゴトスルベ中朝インド共和国特命全権大使、ベルリアン・ラピトポル中朝インドネシア共和国特命全権大使から花籠と祝賀の手紙が送られました。花籠と祝賀の手紙は13日関係者に手渡されました。これより先にハイサム・サピ・アッチン中朝エジプトアラブ共和国臨時代理大使からも花籠と祝賀の手紙が送られました。太陽節に際してナイジェリア連邦共和国大統領のムハマド・ブハリ軍総司令官から万世の丘の偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像に花籠が贈られました。主席と総書記の銅像に13日花籠が捧げられました。太陽節に際して13日国連常駐コーディネーター事務所と国連開発計画、国連児童基金、国連人口基金、国連食糧農業機関、世界食糧計画、世界保健機関の中朝代表が万世の丘の偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像に花籠を捧げ敬意を表しました。太陽節に際してドイツ判定フォーラムとイタリア国際グループのジャンカルロ・エリアバロリ理事長から万世の丘の偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像に花籠が贈られました。主席と総書記の銅像に13日花籠が捧げられました。世界の人が偉大な金日成主席の尊い生涯を胸熱く思い起こしています。イタリア国際グループ理事長は、太陽は人間の絶大な崇拝の対象だが、まさにその太陽の名で金日成主席は数十年の政治経験を立派に刻んだと述べました。ネパールマルクス・レーニン
主義共産党中央委員会書記長は、太陽は消えることないという本で、キム・イルソン主席の生誕により朝鮮人民が数千年の歴史上初めて民族の太陽をいただく最大の幸運に恵まれたことについて感銘深く書きました。中国、レバノン、バングラデシュ、インド、タイの各界の人は、東方の太陽、偉大なキム・イルソン主席、社会主義朝鮮に昇った太陽、永遠に生き続ける指導者などの本で、キム・イルソン主席を永遠の太陽に仰ぐ世界人民の敬語の念が日増しに高まっていることについて書きました。スーダンのある詩人も、父の太陽キム・イルソン主席という詩で、主席を万民の太陽、人類解放の星に称えました。ルーマニア民族社会主義党最高理事会委員長、キルギスのキルギスエル人民統一共和国政党中央理事会委員長、バングラデシュの労働党中央委員会委員長、人民連盟委員長、地質総研究所委員長、コンゴ民主共和国地質総研究全国委員会委員長は、社会主義諸村の繁栄と人民の幸福、諸村の統一と世界自主開業の実現に多大な貢献をしたキム・イルソン主席は、万民の心の中に父の太陽に生き続ける世界的な偉人だとし、ギニア・キム・イルソン農業科学研究所所長は、万民が敬慕してやまない不世主の偉人キム・イルソン主席の業績は世紀とともに永遠に輝くだろうと述べました。太陽節を迎える平壌の町々に、よろずの花が咲き乱れ、市民の喜びを募らせています。平壌市人民委員会園芸管理局と各区域のフラワー事業所の従業員は、数十万株の花を丹精して育て、ユニークなデザインの花壇と花台を設置し、100余りの移動式花台も新たに設置しました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は関俊でした。こちらは朝鮮の声放送です。太陽のような笑顔が忘れられません。朝鮮動物料理専門食堂の責任者ユン・チュンギさんの話です。毎年偉大な金日成主席の生誕日のある4月になりますと、主席が恋しくてなりません。一生涯人民の中にいて、人民の幸福のため全てを尽くした私たちの主席です。この地の族にも主席の現地指導の足跡が記されており、数多くの人が主席にまみえる光栄に浴しました。私もその中の一人です。私は共和国で有名な伝統料理食堂であるチョンル館に勤めていた時、主席にまみえました。忘れられないその日は70年、1981年12月6日でした。私は開館を控えたチョンル館を訪れたキム・イルソン主席に花束を捧げるようになりました。17歳の時でした。主席の明るい笑顔を仰ぐと、まるで夢を見る思いでした。全ての幸福を独り占めしたようでした。キム・イルソン主席は長時間にわたって各食事室を見て、料理は味もうまくなければならないが、見栄えも良くなければならないとし、器のことにも細かく気を配りました。そしてチョンル館と食堂の名前も付けてあげました。世界には多くの国がありますが、主席のように人民が利用する大衆食堂にまで気を配った例はありません。その日私は一生主席が一番大事にする人民に奉仕しようと決心しました。その時から40年近くの歳月が流れました。主席のその恩情があって、チョンル館は人民が喜んで訪ねる食堂となりました。主席にあった娘時代の誓い通りに、私はこれまで食堂関係に携わっています。私がいる京村臓物料理専門食堂には毎日大勢の人が訪ねてきます。私は従業員と一緒にいろいろな臓物料理の味をより活かすため普及しています。お客の意見や他の食堂の経験を超えて、
設備と環境も改善しています。来客の誰もが食堂で出す料理の味が格別だと言っています。そう言われるたびに忘れられないその日、審美館を訪れて食堂が本当に素晴らしい、人民がとても喜ぶだろうか、一つの明るい笑顔が目の前に浮かんできます。その日の一つの笑顔をいつも忘れず、一生人民のために献身的に働くつもりです。太陽のような笑顔が忘れられません。ユージュールさんの話をお送りしました。野火加工品、木製品、陶瓷製品、自立経済の歴史的選択。偉大なキム・イルソン主席は解放後、新しい国づくりの初期から富田カウロ自主自立自衛の社会主義強国を打ち立てるため心血を注ぎました。国の解放後、諸村に残されたのは日帝植民地支配の諸村である世紀に立ち遅れた経済でした。こうした状況下で自立的民族経済を建設するというのは決して生やさしいことではありませんでした。その上、破壊された経済を復興した経験もなく、技術と資金をはじめ何もかも不足していました。偉大なキム・イルソン主席は国を取り戻して凱旋した初日から、もし我々に自分の強力な物質的経済的力がなければ、国の政治的独立を強固なものにすることも、防衛力を強化することもできないばかりか、国を丸ごと奪われかねないと言いました。キム・イルソン主席は自立的民族経済建設の重大な課題を前にして2つの原則を立てました。まず一つは、自国の土台を築かず他力本願では、いつになっても債務を背負った召使いの境遇を免れない、よって自力で経済を建設すべきだということでした。もう一つは、諸村人民が自主的に生きようと決心した以上、支配主義者の圧力と封鎖は不可避のもので、いかなる場合もこれを乗り切っていく強力な物質的経済的力を備えるべきだということでした。物言いでは繁栄をもたらすことができず、他力本願では真の経済発展を成し遂げられないというのが主席の意思でした。キム・イルソン主席は自立的民族経済という前人未到の道を、自らの資源、技術、力によって切り開く正しい路線と政策を打ち出しました。そして人民大衆を自立的民族経済建設路線の実行へと力強く呼び起こしました。その日で14年という短い間に社会主義工業化の歴史的意義を成し遂げ、自主自立自衛で尊厳がある社会主義の国を建てました。まさに主席が諸村人民に残した自立的民族経済の確固たる土台は、諸村の繁栄と人民の幸福の基礎となりました。自立的民族経済のしっかりした土台を築いたキム・イルソン主席の正しい指導があって、共和国は自国の経済土台に基づいて諸村式の発展と繁栄を遂げることができたのです。自立経済の歴史的選択、これ第一お話ししました。